こんにちは。こんにちは。トバンです。西くんです。今回の動画はですね、今 YouTube ってもうかなり見る方は多くなってますけれども、うん、こうやって僕らみたいに動画をアップロードする人もすごい増えてるじゃないですか。教えてくださいって最近よく言われます。はい。じゃあすごい説明できるかって言ったらそこまで説明もできないんですけれどもまあまあ使ってるものとか、カメラとかその辺は全然もう包み隠さず紹介できるなっていうことで、はい、今回こういった動画を撮らさせていただいております、はい、ということでまあいや詳しい人多分たくさんいらっしゃると思うんですよ。います。コメント欄にだからもっと詳しいことを教えてほしいぐらいなんですけれども、今現段階でトバ&西くんチャンネルでこういうものを使ってますっていうのを紹介していく動画でございます、はい、ということで早速じゃあ紹介していきましょうか。はい、まず撮影で一番大事なのって、はい、カメラです。やっぱカメラがないと回らないですからね、はい、今もこれ撮ってるのがカメラですから。これ今撮影したのはビデオカメラで、はい、ソニーの何年前か2年前か3年前のモデルで、あとここに載せておくのでこちらを今使ってます、はい、で普段トレーニングの動画を撮るときは、うん、NEX5R 今多分ねこれ α5100 とかが後継機で出てるんですけど、うん、これでも十分まだ現役で使えるんで中古とか探してみてもいいかもしれません。ビデオカメラの方が動画としては長い時間回すには絶対いいんですけれども、うん、いい僕らぐらいの尺、はい、大体15分ぐらい15分までがね、うん、15分まではこれで十分。あとこれ自撮りのねこのビデオカメラっていうのは今、うん、右側にあのモニターがついてるんでモニター見ながら喋るとすごいモニター見てる感が出ちゃうんですよね。そう動画で見た時にあるんですけど、はい、これの場合ってねレンズの上にこのモニターがあるんでモニター見ながらでもレンズ見ながら喋ってるように見えるんであのごまかしはできてると思いますまあだからそういうのもあるしやっぱりもうやっぱ綺麗ですよね、はい、動画として一眼もちろんカメラの方がいいんですけど、はい、見た時一眼レフの方が僕はすごい好きです。綺麗です。はい、であのレンズもこれ取り替えできるんでこれ取り替えながらいろいろ楽しめると思います、はい、だからまあこういう、まあ、一眼で撮影がもしお金に余裕があるんだったら、うん、こういうのも買ってもいいかなと思います。基本はビデオカメラの方が扱いやすいとは思います、うん、そうだね、はいはい、でその動画を取り込んで編集、そうですよ、編集が一番大事。今ってね、うん、高校生とかで YouTube 上げてる人って結構もうスマホで撮ってスマホで上げるっていうのがすごい多いみたいですね。 iPhone の中の iMovie というアプリがあるじゃないですか、はい、あれって結構編集はできるできます、うん、はい、でそれよりももうちょっと凝ったやつを作りたい人はやっぱりパソコンが必要になってくるんですけど、うんうん、僕らの今までの過去の動画すべて MacBook に入ってる iMovie を全部使ってます、うん、そうですね、はい、僕も今 Air 使ってますけどもうだって逆に言うたら iMovie しか使ってない。そう iMovie しか使ってない。 Adobe のソフトとかも全く使ってないんで。そうで結構聞かれる質問なんですけど、うん、パソコンでメモリが何ギガなんですけど使えますかっていうふうに言われますが、はい、僕が使ってるパソコンですけどメモリ4ギガギガの容量は256、はい、Core i5 ね、はい、だから普通にあのカスタマイズしなくても買えるモデルです。こちらで十分動いてるんで、うん、あの本当に iMovie だけでいいっていう方はこの MacBook Air 11インチの2014年モデルなんですけど、はい、十分動くんで、はい、安心してくださいって。でもただ今もう11インチがないんですよね。前 Air って今回の発表でなくなったんで、なくなっちゃったんで、うん、あともう13インチだけで、そのトバンさんが使ってるやつが今一番新しい13インチ、標準メモリが8ギガ、8ギガのストレージが256、これだったら多分ね全然余裕、 iMovie ならもう全然余裕。今ぐらいだから僕らぐらいのその動画のそう過去を見て、過去見てもらえたら分かるんですけど、全然余裕っすね。だからこっから凝り出したら、うん、多分めっちゃ重くなるし多分、うん、なかなかやっぱりそうなってくるとプロとかの方がいいんかなとか思ってしまうんですけど、はい、結婚式のなんか余興の動画を編集するぐらいだったら、はい、エアーで十分だと思います。エアーで十分です、はい、iMovie で十分。そうそう、もう13インチ11インチすごい軽くて小さいん で、うん、であと今値段がすごく安いかな。これ10万切ってるんですよ今。いやそうやね、今一番下のモデル で、でもメモリ8ギガなんで、うん、ちょっとパソコン欲しいなっていう特に大学生とかはおすすめだと思います、うん、簡単な動画でしたけれども、はい、質問があったんで一応お答えしとくっていう動画でございます、はい、よかったら最後まで見てみてください、はい、最後まで見てみてくださいって、これ最後まで見てみてもわかんないよね、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。